どこかに事務所を設けて、ちゃんと現地に根を張って現地の人たちと一緒に自分たちがやるというよりは一緒になってやるようなプロジェクトを進めた方がいいだろうという話になりまして、 GDP 的なもので見ると、福祉東北3県で見ればいわきの次が石巻ですね。現地発の新しい取り組みがすごくいっぱいできていたり、松村さんもそうですが、なんか前を向いている方たちが多かったので、なんかネットってやっぱりその東北ではややこう先進的なものになってしまうので、であればそっちを向いている人たちが多い町がいいだろうということで、長くなりましたけど石巻に事務所を設けるということになりました。いろいろ軍事みたいにしたときに、迷ったらワイルドの方が出るような人が来た。石巻を拠点に、石巻から新たに日本の地域の姿というのを、まあ、大乗馬に構えていますが、作っていければなというふうに考えています。番組に届ける EC だけじゃなくてですね、なんか漁業の仕組みもなんか IT を使って我々はお役立ちできればなというふうに思っています。石巻特別で語り合いましょうということで、皆さんぜひですね、来てくれたら使っていただければなというふうに思っております。皆さんと一緒にここから新しい事業を立ち上げて、継続的にですね、事業を成り立つような仕組みを頑張って作りたいと思いますので、ぜひ皆さんご協力のほどよろしくお願いします。まあ、我々自身がここですごく学ぶべき点が多いと思うんですよね。インターネットでどんなことが、インターネット自身がどういうその役に立てるんだろうかとか、社会にどういう可能性をもたらすんだろうかっていうことを、まあ、ここでいろいろ考えたりとか試してみたりとかして、まあ、インターネットができることを証明していきたいと思いますので、まあ、その結果石巻の人にも貢献できればなと思います。まあ、我々自身のためになるかなと思います。はい、やはり地元の方が、ね、やるのがいいと思いますし、やっぱりインターネットのいいところって東京にいなくてもどこにいても何かを起こせるというのは本当にいいことだと思いますので、やはり我々は東京から来ましたけど、やっぱり石巻から石巻の人がやっぱり日本全体とか世界に向けて何かできるのがインターネットの本当に面白いところだと思いますので、ぜひ、ね、そういう人がこう集まる拠点になるといいなと思います。